激辛好きの激辛好きのための激辛好きによる激辛グランプリが今宵開催される。はい、ということで今回は赤から吉祥店さんに参りました。激辛王を決めるグランプリが開催されるということで、ね、こう来たんですけども、まあ、これ見るとね、格闘技団体のライジンが赤辛さんとコラボした、大会がありましてですね、決勝大会まで行くとですね、12月31日大晦日なんですけども、しかもなんと埼玉スーパーアリーナでこの決勝大会が行われるということで、これは激辛 YouTuber としてこれは挑戦するわけにはいかんということで、本日は参りました。今回は赤辛ライジン鍋15番という辛さのものを今日は食べていきます。ガチで頂点狙いに行きますから、これちょっとね、決勝を見据えた戦いをしていきたいかなと思いまして、鍋ですから熱いんですよ、とにかく。まあ、辛さは大丈夫かなといった感じなんですけど、今回のこの体育のために私必殺技をちょっとご披露したいかなと。その中、ノフフ戦法。もう冷まさずに、もう麦茶のようにごくごくこの赤から鍋をね、平らげようかなと思いました。はい、冷まさの禁止ということで、はい、ノー冷まし、冷ますのはやめろ、ふっ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 はやめろ、ふっふっということで、バカ野郎と、はい、さっさと食えということで、はい、じゃあ行きましょう。じゃあちょっと今鍋来たんですけども、これちょっと待ってる間に、このキュウリとね、串カツが来たんで、これちょっとまず食べましょう。これ美味しいわ。こちらが赤からライジン鍋15からスタンプ。うおー、なんだこのマグマのようにグツグツ。これは熱々だぞと。いただきます。さあ、ライジン鍋さん、お手並み拝見ですよということで。やばいぞ、グズグズいってるぞ。これ封印しないといけないぞ。これ入ってる具材、ニラ、もやし、これは肉団子、あと白菜ですかね、これキャベツか白菜か、白菜、そして油揚げ、あともつですね。ほら、これあとお豆腐、具沢山です。これ火ついたまんまですかね、もう冷ますとかなんて考えられないですかね。本当にゴングドーダンノーフーフーですから。いただきます。非常にキムチチゲのような風味がして美味しいです。コクがありますわ。うまいね。うま辛い。そしてこのもつ、もつがね、おいしい。もつが柔らかい。具材が盛りだくさんで非常に美味しいです。ご飯が欲しくなりますね。この湯気の量ですよ。キュウリちょっと冷やしましょう。オアシス、ものすごい火力で燃えております。このもつがもうプリプリで柔らかくて美味しいです。そしてもやし、ニラといった感じで野菜も豊富、油揚げがこの出汁を吸い取って、これがまあうまいわけですよ。グズグズが収まった。ああ、はあ、はあ、肉団子の中身が、はあ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 、これ2人前多いかなと思ったんですけども、激辛効果でしょうか、この辛さがより食欲を増進して、この2人前もサクサク食べれるかなと思います。熱いな、まだ熱いぞこれ。全然熱が冷めないぞ。
ごちそうさまでした。それでは早速辛さレベルの発表していきましょう。赤から雷神鍋15から3辛さレベル、じゃらららららら、じゃじゃん、辛さレベル3です。おめでとうございます。何ですよ、非常にこの唐辛子が効いたね、あのピリッとした感じで、そしてですね、味噌のようなコクがあり、かつ、野菜、ですね、ニラとかもやし、シャキシャキ食感、そしてホルモンですね、ホルモンが一番美味しかったですね。このあのジュワッと広がるこのあのジューシーなお肉のホルモン の, あの脂身が最高に美味しかったです。セットで付いてきたこのキュウリと、この串カツですね、これもめちゃくちゃ美味しく、いただけたかなと思います。そして今日もうこれから多分次は予選会に、エントリーして、そこで決勝大会を目指すといった感じです。やるからにはね、頂点目指して頑張りたいかなと思います。というわけで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッターとお任せしますね。お願いします。夫婦はしよう。